べえってマジでやばいって。どうしたお前。いや俺ら企画費自分たちの金で出してっとるやん、うん、でも少ないやん。少ねえ。いやだからもっとお金があればもっと視聴者のみんなに面白い動画見せれるんじゃないかなって思うけん。そりゃそうやけど、実際でもお金なんてすぐに手に入るもんじゃねえやん。けど俺いいもん知っとれって。マジマジ何、うん、ギャンブル。ああギャンブルか。そうやな、ありっちゃありやな。すぐ金も稼げるし。そうでもお前ギャンブルで一回痛い目やっとるやん。そうね、痛い目見とれってけど、うん、勝ち方なんていっぱいあるわけよ、うん、俺はもうギャンブルから足洗ってるから、うん、もうスクラッチ行こうかなと。ああギャンブルやったら俺協定何回かやったことあるし。協定かな俺は。あ本当もう今回企画費少ないよ、うん、1万出して、うんまあ、5000円5000円で本当なけなしの金やからね、うん、マジで勝ちに行こう、うん、これ勝たんな本当やばいからね。本当にやばい、もう企画できんくなるから。じゃあ買っていきますか。買っていきましょう。はい、じゃあ早速買ってきたんで、まずは協定のレースから見ていきたいと思います。協定って、うん、会場行っても見れるし、この携帯でも見れるけどね。え、携帯で今走ってるとこ見れるの？そうそうそう。馬じゃん、ボートだ。あ、そうそうそう。全部5通り買ってきて、まあ1000円、1000円、1000円、全部1000円ずつ。掛け金は5000円で、な、うん、これはもうただの紙じゃないですからね、もうこれが一括千金のチャンスというやつですね。これ目が詰まっとるからな。お、来たんじゃねえかこれ。さあそろそろ始まりますよ。勝つとすれば5倍以上の配当が出れば勝てる。勝ち。いやーマジで当たってほしいな。さあこれが天国と地獄どちらになるでしょうか。運命の分かれ道やな今。配当見た感じ俺の選んだやつで一番低くても1万はいきそうやね。いやどれか当たりさえすればもう勝ち確定。ちなみに今回買ったのが531、うん、351、うん、352、253、231っていうのを買いました。5通りでね。はい、始まった始まった始まった。もう協定って第1コーナーで大体決まるからね。314、今314、これはまずいぞ。さしー、さしー。あー134かな。5入る、5入る。いく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 、5いく、5。いやダメや。うわー、マジか。結果が3、315。選んでません。いや、ってことはもう負けってことか。負け。もうこれもうただの紙切れになったな、これ。ゴミくずりにしまった。一攫千金のチャンスというやつですね。これ目が詰まっとるからな。協定敗北。今、まあ協定見て、見たんすけど、まあ敗北やね。まあ、5000円がもう紙切れとなったと。もうゴミゴミで、協定はダメやけど、僕スクラッチ買ってきたんで、で、スクラッチも25枚5000円分ね。で、1等が100万円当たったらやべえ。当たったらやべえことになる。でも2等でも10万当たれば、ああで、3等で1万やから、まあ、3等が出た時点でもう勝ち。じゃあ早速開けていきたいと思います。ちなみに100万が30本、100万でやる券が30枚しかないってことやから。相方のパワーも借りたいんで10枚削ってくれ。じゃあまず1枚目。お、なんかあーダメ。これ3つ当たるんだろう。3つ揃わない。このスクラッチなんですけど、配当がこのドクロが出れば100万、でこの3時の足が出れば10万、船が出れば1万の配当が出ます。この3つが揃わんなんで、今回はこれこんなやったし、これは外れ。3つドクロドクロドクロとかやったら当たりっていう感じでしたね。まあ1枚目はでもまだあと23枚あるからな、うん、まだまだ夢はあるよ。まだあと23枚あるからな、うん、まだまだ夢はあるよ。じゃあ2枚目何も当たらん。当てたいよな、せめて。せめて当てて。 2RK がもう運のないグループになってしまうから。3枚目いきます。あ、当たったー。当たった。軽いくら。200円でございます。僕も200円です。ただいま400円ですね。あと4600円。お、当たった。光当たりました。光1000円。おー今1400円。うわー当ててー。ラスト1枚や。マジ
いや、それは最後に取っとこう。お、リーチかかりました。リーチ100万リーチ、100万リーチ、100万リーチかかりました。はい、まあ当たらんよね。うわマジかよ。あと1枚やばいやばい。もう2人でラスト1枚ずつになりました。やばいぞこれは。削っていく。俺終わった。全部リーチかかった。いやこれ多分俺の予想だけどマジで当たると思う。どれか。終了しました。宝くじの結果はトータルで1400円。いや5000円かけて1400円戻ってきたと。3600円の負けで、回のと合わせたら8600円の負け大敗北。でも、まあ、こんなとこで運使っとれって。100万ごときで。どこで使う？もっとでかいとこで。スクラッチ換金してきたんですけど1400円。貝が、協定に5000円かけて、でレンがスクラッチに5000円、合計1万使って1400円しか返ってきてません。正直ヘボすぎる。ヘボすぎてもう話にならんし、もうどうすっかなと思ったんですけど、まあ、やっぱ増やしたいから、これ僕の車なんですけど、これここに、これは何のお金かというと、2RK メンバー4人で企画に使うためのお金をこれみんなで貯めとるんですけど、 2RK の企画費をパチンコに全部ぶち込んで、パチンコに全部ぶち込んで、もう大勝ちしていきたいと思います。もうギャンブルから足洗ってるから。うん、今パチンコ行ってきて帰ってきたんですけど、もう企画費もう全部ぶち込んでやろうかなと思ったんですけど、まさかの、1000円目で当たってしまいまして、まあ7000円になって帰ってきました。いやこれはね嬉しいげんけど、ここで終わったらもう話にならんし、このパチンコで買った金をスクラッチにつぎ込みたいと思います。これで100万円、これを当てて、もうみんなに、もう自慢したらと思います。それではこの7000円を使ってスクラッチ、買っていきます。さっきパチンコで買ったお金、すべてスクラッチに注ぎました。まあこれで、パチンコやったらまあ7000円やったんで、これは最高額100万。この100万を当ててもうメンバーを驚かしていこうと思います。でこれでもしも外れたらもう俺企画費使ってるのバレるし、もう脱退やって 2RK。 まあそんなことはどうでもいいね。この比率がたまらんから早速削っていきたいと思います。おっ上がりました。1枚、まず200円。こんな当たってもしゃあねえねん。10枚、ラスト1枚、10枚で10分の1で200円、終了しました。次20枚目いきたいと思います。当たりました。多分これ1つ当たったらもう多分あと全部外れやと思うんですけど、また200円です。20枚終了して獲得金額今400円です。では次、ほんと折り返して30枚目突入します。あ、これ幸先いいっすわ。まず1枚目200円当たりました。やばい、マジで脱退や。これはもう笑いなくなってきたぞ。これ本当にメンバーに内緒でやっとくからな。これやばい、これは本当にやばいぞ。マジでやばい、マジで当たってね。やばい、30枚目ラスト、おお当たりました。1000円ですね。まあこれで1600円です。今30枚削って、マジどうしよう、マジで本当。今30枚削って獲得1600円でメンバーに顔向けできんし、もうこれ最後の10枚、これ本当にもう命の魂の10枚したんです。もうこれはこの10枚で全てが決まります。マジ10万当たるや。10、せめて1万でもいいから当たってくれ、頼む。ああ
に終了しました。ラスト9枚、2枚目も終了です。残り7枚、3枚目海賊リーチ出ました。海賊リーチ、これが海賊リーチ、ここにまた海賊マーク来たら100万なんです。この海賊マークが揃えばもう一発逆転の100万マジ怖くなってきた。これ当てんかったらマジでもうメンバーから何言われるかわからんしまい。じゃあいきます。ダメや、外れました。あと6枚、やっべマジ悔しい、やばいってマジ悔しい、やばいマジで悔しい、やばい。だがそれがいい。200円、頼むぞマジで。これ当たらなかったらもう終わりやから俺悔しい、精神すり減ってきたぞ。いいや、もう残るこれしかありません。もうこの1枚が外れた場合、この1枚外れた場合もう俺はもう除名されます、ツアル系から。さあこれが最後の1枚、お願いします。怖くて削れません。これいきます。外れです。終わりました。レン、もうこれはもうメンバーに何て言っていいか分かりません。もう終わりです。あーマジどうしよう、本当にもう企画費全部使っちまったしな、マジ金ねえぞいや、マジもう帰る家もねえぞいや、ホームレスやマジ、終わったマジ。あーマジどうしよう、本当に誰か助けてくれ、金ねえぞいや、服ねえぞいや、家ねえぞいや、マジさっぴこれからどうしていいや、家ってマジさっぴマジで家ねえんかいや、家